ボールをつけるように。Being handles is just an illusion. It's 50% footwork. Most of my handles. フットワークというのはすごい大事で、自分のハンドリングというのはほとんどが自分のフットワークから来ているので、 70% footwork, 30% ball control。 だいたい 70% がフットワーク、 30% がボールハンドリングのスキル。 Is it like driving a car? 車を運転するのと同じような感じ、感覚的には。 You gotta have a key to drive a car. You gotta have keys to drive a car. 車を運転するにも鍵が必要なのと一緒で、 Feet is your engine. 自分たちの足がエンジンと一緒、車のエンジンみたいな。 Basketball is the key. でバスケットボールが鍵。 All right, example. I can dribble all day. No, it's useful. ドリブルはずっとドリブルし続けることができるけれども、フットワークがなければ全然それは意味ない。ドリブルがハンドリングが少ないよくても、フットワークが良くなければ、車のさっき話したようにエンジンがないのと一緒で進まないから、ハンドリングが良くても、簡単に取られてしまいます。で、今やっぱりやったことに、フットワークを動かすと、これ例えて見せてるんですけども、さっき話した通り、ほとんどの自分のハンドリングがフットワークから来ます。今見てて分かったと思うんですけども、フットワークがすごい大事です。今やったみたいに、最初、自分が言ったみたいに、ディフェンスに自分が今からアタックするぞという意識は見せないこと。2回目にやったのは悪いで、今から自分が行くぞみたいになるとはダメです。相手を騙すことを考えて、だから自分がいつもディフェンスに向かってドリブルしていくときは何もせず、ただシンプルにまっすぐ向かっていくだけ。でディフェンスに近づいた瞬間が勝負です。そこでどうアタックする。まず始める前に一つだけみんなに聞きたいのが、なんで足をこうしっかりと開くことが重要か、何か分かりますか？さっきみたいに普通に立ってると簡単にすぐバランス崩れてしまうんで、足をしっかり広く強く持つことっていうのは大事で、だからこそまずはリラックスしてくるけど、アタックするときはしっかりとワイドスタンス、強いポジションでアタックすること。同じ動き、今までインアウトしてからワンツーという感じで、でどっちかリーディングフットを右足なのか左足決めて、そこでレッグツーやったら1、2、3回したらアタックする。何も考えずに頭の中で5秒数えながら、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、自分でリズム感を取りながら。 OK、じゃあトライしてください。Oh.
Everybody here has something special. Somebody will always learn from somebody, no matter how advanced you are. It could be somebody sorry to me, somebody learning from that person sorry to me. So it's always, you know, give input on certain things you want to learn, even on your outside field. They have nothing to do with sports. Always teach somebody something that you know. Everybody knows something here that somebody else don't know. So it's always good to teach one another. バスケットというものというのは個人じゃなくてチームスポーツであること。それっていうのは自分自身何か学ぼうということじゃなくて、他の人から学ぶことがあるから、それっていうのはもちろんスポーツだけじゃなくて、その人たちの人生の中でもそうだけれども、自分で同志を結んじゃなくて、何か壁にぶち当たって当たった時に、隣の仲間だったりチームメートだったり、あとは仕事場の上司と一緒にお互い助け合って、